し、やるか。シーザーを捕らえることに成功した一味は、海賊同盟を結んだローの策に従い、ドフラミンゴが治めているという王国、ドレスローザへ向かっていた。その戦場でローは、デンデン虫を使ってドフラミンゴに取引を持ちかける。シーザーを返還する代わりに、ドフラミンゴは七部会の座を降りる。それがローの示した条件だった。ローの狙いは、ドフラミンゴが持つ人造悪魔の実、スマイルの製造工場を破壊し、その実を大量に買い込んでいる四皇カイドウの戦力拡大を阻止すること。そのためにシーザーを利用してドフラミンゴを引きずり出し、その間にドレスローザのどこかにある工場を見つけて破壊するというのがローの示した作戦だった。そしてドフラミンゴとの交渉から一夜明け、取引の成否が明らかとなる。長官が来たか。乗ってればよし、乗ってなければ。ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ、七部会脱退、ドレスローザの王位を放棄。本当に、お、王位、王様だったんですか。こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ。は？七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟、ローに対する政府の審判は不明ですって。ドフラミンゴに集中しろ。作戦を進める。ガチャ。俺だ。七部会をやめたぞ。もしもし、俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィ俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを俺は今持っている。あ、何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しい。成長したお前と一杯くらい。ガチャ。船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。着いたぞ、ドレスローザ。フラミンゴはこっちで引きつける。引き渡しの時間までにスマイル工場の情報を集めろ。分かった。工場を見つけて潰せばいいんだな。じゃあドフラミンゴの敵だから情報を聞き出してみるか。貴様らは麦わらの一味、俺たちはシーザーの引き渡し場所に向かうぞ。スマイル工場について教えろ。工場、そんなもん
街中にはねえぞ。これは船番だ。フラミンゴが来るんだろ。怖え。あんまり気が進まない。麦わらの一味とローだ。あいつらを倒せばボーナスが出るらしいぞ。したっぽさっさと倒せ。余裕でいられるのも今のうちだ。麦わらの一味だ。やっちまえ。少女はどこにある。よくは知らねえが秘密の工場が地下にあるらしい。シーザー、お前も戦え。俺は大事な人質じゃねえのかよ。嫌な予感。やつらはヒットライロー。この者仕方ねえ、倒しておくか。Oh, no!
時間だ。じゃあな、麦わら。時間か。これといった手がかりはつかめなかったな。プル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 。ガチャ。おいロー、こちらサンジ。クロアシアか。工場は見つかったか。それどころじゃねえ。よく聞け。すぐにそこを離れるんだ。何言ってやがる。これからシーザー引き渡した。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。シーザーを返しても何の取引も成立しやしねえんだ。俺たちは完全にはめられた。その島から早く逃げろ。急げ。バカ、手遅れだ。ジョーカー、俺たちを騙すためだけに世界中を欺いたってのか。そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。たとえ七部会であろうと、そんな権限があるはずがねえ。もしできるやつがいるとするなら天竜人くらいのもんだ。お前まさか。もっと根深い話さ、ロー。とにかくお前を殺したかった。お前か。新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。こらどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。不器用な男だおめえは。では称号剥奪で。水の教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうも。ほんの腕試しで。シャンブルズ。ゴムゴムの。シーザーを連れて逃げろ。シーザー、あんた妙な真似したら心臓を握りつぶしちゃうからね。シーザーは俺の部下だ。心臓を奪
奪い返してくれぬか。七部会に協力するのは海軍としての筋。やってみましょう。違うぞ。こちら、キザリー。
少しばかり増援を回してくれるか。集合場所を確保しとけ。様が話したいってよ、おら。そんなところにいていいのか、麦わら。お前の欲しがるものがコロシアムにあるってのによ。ミンゴ、俺の欲しがるものってなんだよ。まあ聞けよ。飛びつかないはずがねえ。お前の兄の能力、メラメラの実だ。エースのメラメラの実。危険のエースの死後、人知れずこの世界に復活したメラメラの実を俺は手に入れたのさ。欲しいだろう、麦わら。兄貴の形見みてえな代物だ。欲しけりゃ取りに来い。俺欲しいメラメラの実。
エースの能力をどっかの誰かに持ってかれんのは嫌だ。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん、ありがとうフランキー。行ってくる。麦わら屋を誘い込む罠だろう。あの身を敵に食われてもまずい。派手にやってるじゃないの。あ、お前、俺たちを捕まえに来たのか。いや、この男はもう海軍を辞めているはずだ。なぜここに。ここにある工場を潰しに来たんだが、どうやらお前たちも同じみてえだな。なんだ、そうなのか。じゃあ味方じゃねえか。青木じ、何を考えている。俺たちの邪魔をするつもりなら。おお、こりゃ懐かしい顔に合うもんだね。まさかその子らに加勢するつもりかい。こいつらはなんだ。まあいい、古巣の連中と戦いたくねえんだ。ここは退いてくれねえか。この状況じゃそういうわけにもいかんでしょう。わしも上の指示で来てるんでね。そうかい。じゃあ仕方ねえな。やるか。ゴムゴムの。海軍が出張ってきてる間はドフラミンゴも派手な真似はできねえだろう。こっちに地下通路がある。そこから工場を奇襲しなさいや。ウィッハッハッハ、久しぶりだな麦わら。プル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 ガチャ。うん、そこにいるのか麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ゼハハハハ。メラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。昔本人には断られちまったからな。エースの能力はお前らにだけは絶対に渡さねえ。取れるもんなら取ってみな。ウィーハハハ。船長命令だ。メラメラの実は俺がいただくぜ。ゴムゴムの。よし、工場をぶっ壊しに行くぞ。行きます。Yeah.
工場はお前らに任せた。俺は敵を引きつけておいてやるよ。これ以上増援を呼ばれたくねえな。全然虫に凍ってもらうか。こいつはいただいてくぜ。あいつ逃がさねえ。このショーもいよいよクライマックスだ。ジトラ、麦わらたちを討ち取れ。あんたに協力しやしょう。発動するように上からも言われてるから。ここで意味なく暴れ続けると決めたのさ。覚悟しろ。なんでグザンがここに。奴を五条に近づけるな。麦わらたちの目的はあんたの首だとするなら、大きな破壊もいとわねえ。だからそれを止めるのがあっしのせい。あんたはそのあとで。フフ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 フアイスブロック、フェザント、フェザントガン。いけねえ、巨匠は油断詰まったよ。工場の破壊には準備が必要だ。敵をしばらく近づけるな。この者、お前らは甘く見えた。手ごわくなったね。またの機会にしとくよ。くそ、どこ行った。工場に近づく敵は残らず蹴る。アルチザン、ドフラミンゴの動きが
気になるな。周りに気をつけろよ。よし、警察に行ってください。久しぶりじゃねえか、麦わら。海軍を追っ払うとはやるじゃねえか。お前、黒ひげ。てめえの力、2年前の日じゃねえな。覇気も段違いだ。この2年、どこで何してたんだ。うるせえ。チャンピオンのやつはどこ行ったんだ。エースのメラメラの実を返せよ。ありゃ俺がドフラミンゴからもらったもんだ。てめえにやる義理はねえ。ドフラミンゴか。どういうことだ。てめえらと同じ同盟だ。四皇と七部会が手を組んじゃおかしいか。ゼハハハハ。麦わら、てめえは住んでのところでいつも生き延びてきた。だが今日という今日はそうはいかねえぜ。麦わらの一味はここで潰す。ひろひげ、お前もミンゴもまとめてぶっ飛ばしてやる。工場に手は出させねえよ。ゼハハハハ。ええのが来てるじゃねえか。アウトだね。メラメラの実は手に入れてやるぜ。あいつ、あんなところに。絶対に逃がさねえぞ。大将を撤退したのか。俺たちはどうすりゃ。海兵ども、もう用済みだな。あいつらは少し知りすぎた。口を塞いでおかねえとな。やめろ。体が勝手に。おっかねえ野郎だ。やるな。お見はやらねえって言ってんだろ。うるせえ。さっさと渡せ。いただくぜ、メラメラの実。やめろ。重装剣、竜の息吹。うわ、なんだ。このメラメラの実は俺がいただく。久しぶりだな、ルフィ。ルフィ、話は後だ。まずは目の前の敵を倒しちまおう。革命軍のナンバーツーの登場か。楽しくなってきやがった。あの野郎、メラメラの実を。落ち着け。お前らが工場を守ってくれる約束だろ。うちの兵力ってやつを見せてやろうか。Yeah!
もう勝機はねえか。来たか。押し返すぞ。決して折れない。この俺を倒せると思ってんじゃねえよな。兄としてお前を見過ごすわけにはいかない。ぜははは、威勢がいいのは口だけか。エースを裏切ったお前を俺は絶対に許さねえ。バカ者、さすがに強えな。俺には勝てねえ。じゃもらえねえらしい。時期が早いようだ。邪魔者は消えたな。工場を破壊する気なら急げ。俺たちにスーパー任せろ。工場が消されたんじゃ、この国にはもう用がねえ。誰一人生かしちゃおかねえよ。ここに残っているものは全て消してやる。無差別攻撃か。止めるぞルフィ。ドフラミンゴをぶっ飛ばせ。
ラミンゴ様、やめてくれ。体が勝手に動いちまう。誰一人生かしちゃおかねえよ。自分の手下まで操ってんのか。操り人形はいくらでもいるぞ。さあ、おとなしく消されろ。邪魔はさせねえ。本気を出そうか。これならどうだ。仲間がいる限り俺は負けねえ。もう俺の糸からは逃れられねえ。覚悟しろ。そろそろ終わりにしてやる。ようやく追い詰めたぞ、ジョーカー。おいおい、この程度で俺を倒すつもりか。うるさいと。トラオ、しまった。仲間を盾にされちゃ手も足も出ないか。言われ惜しかったな。だがそろそろ死ね。サンダートラック。
います。待ってろ、すぐ直すからな。めろ、とうとう年貢の納め時だな、アンちゃん。いけるか、ルフィ。ああ、これで終わりだ、ジョーカー。やってくれるじゃねえか。まあいい、勝ちはお前らに譲ってやる。ミンゴ、待て。クジトラ、四皇黒ひげと同盟を結んだドフラミンゴは今や海軍の標的。手出し無用に逃げやす。こいつらが俺の仲間なんだ。こいつは、いや悪い、俺はそろそろ行かなくちゃならねえ。え、もう行っちまうのかよ。俺にはやり残してることがある。何、またすぐにどこかで会えるさ。お前らルフィはいいやつだろ。昔と全然変わらねえ。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。サボ、サボ、まただ。サボ、サボ。あいつ、いい仲間を見つけたな。お前もそう思うだろう、エース。麦わらや、俺の目的は果たした。同盟は終わりだ。トラオ、カイドウってやつをぶっ飛ばしに行くぞ。お前には借りもできたしね。
麦わらや、いいだろ。もう少しだけ付き合ってやる。よし、待ってろ、四皇。待ってろ、シャンクス。海賊王に俺はなる。大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。待ってるぞ、ルフィ。